Princess Minerva. の気まぐれな思いつきでミネルヴァ親衛隊が結成されることとなったのだった。どうしても行くのかね、ダイナスターよ。行くと言ったらどうされます？我が支配団よ、止めますか？いや、止めはしないさ。たとえ私が止めたところでお前は行くのであろう。賢明ですわ、支配団よ。私とてあなたと戦いたくはない。では、しよ。長い間お世話になりました。魔術師ダイナスターの呼びかけに応えよ。我が忠実なる6人の魔性よ、我が前にその姿を現せ。夢の旅参上しました。火のプレシジョン参上いたしました。夢のナビよ、お前はテルマットへ行け。そこでミネルヴァと親衛隊を歓迎するのだ。プレシジョン、お前はバルディゼールに行け。そこで思う存分暴れるのだ。はい。はは。風のオーチェ参上いたしました。水のグロヒル参上いたしました。オーチェよ、お前はディアバレーに行け。そこで思う存分に暴れてこい。グロヒル、お前はティーニュだ。頼んだぞ。はい。ははミネルヴァたちがグローヒルのところまで行きつけるとも思えんが、もし自分の受け持つ国にやってきたら十分な歓迎をしてやるようにな。任してください。お任せあれ。
上。ハマネラ・エルバッハ参上しました。テクニカとエルバッハは私と共に本国に残れ。あら、私とエルバッハは戦えないんですの？私に少しばかり考えがある。お楽しみは後にとっておこう。わかりました。わかりました。ミネルヴァがどこまで来れるか、さても楽しみなことだな。する場面がないことが王国が平和な何よりの証ではございませんか。それはそうなんだけど、でもやっぱりつまんないわ。やっぱり何回入っても感激よね、このお風呂ね、ケツね。そうだよな、うちの中にこんな豪華な風呂を作っちまうなんてさ、金持ちは違うぜ。お風呂は豪華だけどさ、それに不釣り合いなほど貧弱よね。その胸、この野郎、大丈夫ケスレ、胸はそのうち成長するものがあるよ。くやくやすることないね。そうね、人間身分が大切よ。待てば帰るの日和ありってね。あまり気にするな、ケスレ。女の魅力は胸だけではないぞ。ああ、何か目の覚めるような事件が起きないものかしら。なんだ、危ねえな。あれ、何か手紙がついてるわ。ミネルヴァへ。私は魔術師ダイナスター。ミネルヴァよ、私の挑戦を受ける気があるか。あるのなら私の配下の魔将たちと戦え。セルマット、バルディゼール、ディアバレー、ティーニュの各属国には魔将を一人ずつ送り込んでやる。お前たちは魔将たちを探し出し、勝たなくてはいけない。まずは私の魔将たちと戦ってみよう。見事勝ったら次の指示を出してやる。あ、それから魔将たちには各国の町や村を襲えと言ってやる。お前たちが来るのが遅れれば遅れるほど各属国の被害は大きくなっていくわけだ。どうだ、なかなか楽しいゲームだろ。なお、お前たちがこの挑戦を受けないときは魔将たちによる王国襲撃が終わることはない。その結果、ミスラ王国の国民がどのような目に遭おうとも、それは全てお前たちの責任だ。私はお前たちとの戦いを楽しみにしている。私を失望させるな、偉大なる魔術師ダイナスターより。何ですって？事件に飢えていたミネルヴァがブルーモリスの止めるのも聞かずに、ダイナスターとその配下の魔将たちとの戦いに親衛隊員を引き連れて出かけたのは当然の成り行きであった。こうしてミネルヴァ親衛隊と魔術師ダイナスター一人の戦いの幕は切って落とされた。ミネルヴァたちは6人の魔将とダイナスターを倒し、無事王国に平和を取り戻せるだろうか。
Spock.